さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。今日もやっていきましょう。カバワさんのまた今回もサポートでですね、取材することできました。いいから比較動画、ほんと恒例になってきており、ほんとありがとうございます。やっぱ比較すると、僕自身もなんですけれども、車直接比較した方がやっぱり知見がどんどん高まるので、ほんといつか1泊2日2泊3日昔やってたロングドライブをどうにか復活させたいな、しかも4台持ってってとかのテストとかね、やりたいなと思っております。ちなみにカババさん、まあ、名前は知ってるんだけど中身知らないという方多いので一言だけ、カババさん、車売るとき買うときカババさん使うとマジで得しますので、注目して損はないかと思います。で、なんでそんなにカババさんのサービス得なんだよっていうのは、ちょっと僕の方で途中で説明したりもしていきますので、じゃあ行きましょう。で、今回はフリードです、ホンダからですね。そしてシエンタですね、トヨタからシエンタもう出たばかりですよね。そしてもういつも通りではありますけどけれども、僕だけではないですよ。さあ、マリオさん、どっちにいた。はい、こんにちは皆さん、マリオ高野です。思わず腕立てますということでね。もうやめちゃうんですか。あ、はい、あとじゃあ50回、そうです。いや、試しになってみたんですけどね、僕の身長ぴったり収まるという室内のフリードから登場でした、マリオ高野です、こんにちは。さあ、今回もマリオ高野さんと、はい、スタートしていきたいと思います。はい、もうスバルの応援団長でですね、もうスポーツカーとか大好きで、で、はい、応援団長なので、今日なるべく STI 色は少なく、マリオさんも気を使ってくれてるのに、でもこの青も STI 色ですもんね。24時間ニュルブルクリンクもこれもそうでしょ。靴下もこれ STI だもんね。靴下も思わず、ほんとね、はい、気を使っていただいて、これです。スバル臭を消したとして、だから何も言わなかったら本当全身スバルの方なので、555とか来ちゃうから、はい、はい、失礼しました。まあ応援団長なのでね、はい。で、今回はまあフリードプラスとシエンタになりますけど、マリオさん、このあたりのプチ版、はい、ミニ版、まあプチミニ版ですよね、はい、これらあまり詳しくないですよね。もう正直言うと、自分のね、興味の最もこう離れたところに49歳独身でね、あまりこのファミリーカーというかね、子育て世代、まあ多分私になることないので、というのもあって、ちょっと縁遠い車だから、マリオさんのような方多いはずなんですよ、はい、いや俺には全然無縁な車だなって思ってる方、はい、でもマリオさん、今日ここまで試乗ちょっとしてきて、もう走ったじゃないですか、はい、ちょっとイメージ変わったでしょ。いや、激変しましたよ、ちょっとね、うん、ほらテンション上がった、食わず嫌いと言いますかね、ちょっとスルーしすぎてました。そうだから、実はそういう方が多いはずなんですよ、はい。だ、僕はまあもうすべての車種触れてるので、うわすげえなっていうのはわかるんですけれども、なので今日はちょっとそれら、僕このプチ版の魅力含めてマリオさんにどんどんお伝えしていきたいなと、はい。で、そもそもなんですけど、まあシエンタは出たばかりなのでご存知の方多いとは思うんですけれども、実はシエンタが出たの8月ですよ、今年の2022年8月、確か僕の記憶だと、はい。で、その2ヶ月前、2022年6月にこのフリードを実はマイチェンしてるんですよ。マイナチェンしてるんです。そう、小変更加わってるんですよ。で、この時に何をしたかというと、新色とかも加わったんですけど、グレードが整理されてよりまあ魅力的になってきたというのが中身でございます。しかもちょっとおしゃれなね、ブラックスタイルが出たんですよ。と言ったらブラックスタイル用意しろよって言われそうですけど、ごめんなさい、そう、もうね、やっぱ広報車の兼ね合いとかいろいろあるので、なので今回はフリードプラスで、マリオさん、フリードプラスって聞かれた時に何のこっちゃって、プラスってなんかロングなのかとか、ゴルフプラスとかありましたからね、ちょっとお尻が長いのかなみたいな、はい、安直に考えちゃいます。違うんですよ。フリードプラスって、はい、実は室内空間プラスでなんか楽しめるみたいなイメージなのかな。だから3列目シートレスがフリードプラスなんですよ。オミリオスパイクみたいな、かつての。そう、本当そうです、そうです。あ、詳しいじゃないですか。あの頃はちゃんとね、編集部員でちゃんと取材してたんで。なるほど、なので今フリードは簡単な話で言うと B グレードがなくなったので、G グレードか、もうこのクロスターしか選べないような形なんですよ。まあ特別使用車でブラックスタイルとかありますけど、あとモデューロ X ももちろんありますけれども、通常のこの G グレードとかで言うと、実は6人乗りと7人乗りが選べるんですよ。なるほど、ベンチとキャプテンですかね。お、さすが。その辺はさすがに分かります。じゃあプラスはっていうと、はい、もう先行っちゃおう、これは。ちなみにマリオさん、これセカンドシートは、はい、今ご自身が乗ってたのこれキャプテンでしたか。ベンチっぽかったですよ。あ、ベンチっぽかったですか、はい、ベンチでした。当たってます、正解です。今ドキドキしました、一瞬分かんなかった、はい、さあ開けます。このフリードプラスになると、はい、
ここが3列目シートがなくなって、うん、この床面が実は下がるんですよ。だからここは実は違うんですよ。なるほど。で、二重底になってシートを倒した時にここと高さがぴったり合うっていうのがね、うん、なるほどね。今私ね、ちょうど寝転んでましたが、まあ、まさに最近ね、まあ、車中泊流行ってるということで、まあ、そういうのに合わせたような感じですか、ね、そう。なので、まあ、これがフリードプラスで、今回、はい、はい、シエンタですよ。はい、シエンタご存知ですか？え、シエンタ知ってますよ。乗りましたか？え、乗りました乗りました。これグレードわかりますか？え、最上級 Z です。おお、さすが。さっき知りました。 Z 何が違うかわかりますか？最上級ですしかわかりません、すいません。なるほど、はい、これ最上級はちょっとここが、はい、なんかこのポコ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 ってこういうちょっとかっこいいスタイルじゃないですか。おうおう、まあこれあの集団恐怖症でしたっけな、集合体恐怖症かなんかそういう風に言われる方も僕ちょっとねそういう風に言われてからなんか見るとなんかちょっとゾゾってするようになっちゃったんですけど。そう言われちゃうとね、そうちょっと営業妨害だって言われそうですけどなかなか他で見ないですね、これ。そう、これ Z グレード。面白いな。で他に G グレード、X グレードあるんですけれども、はい、G グレード、X グレードはこのテールライトにはなってないです。なるほど。ちなみにこれホイールはこれオプションついてるわ。うん、あ、これ切削ですね。そう、切削タイプのオプションついていて、かっこいい。で今回フリードももうシエンタもサイズは一緒なんですよ。185/65/15インチ、もうこれ変わらないので、うん、同じ。でこれはオプションのちょっとかっこいいのがついている。ちなみに Z グレードだとこの目が違う。うん、あ、目が違うんだ。そう。でさらに言うと。これ特徴的でしょ、シエンタといえばっていうこれ造形でしょ、うん、このねこの、はい、なんかこのゴールド色ちょっと特徴的でしょ、うん、はいはい、ええ、でこれが Z グレードにしかつかないんですよ。最上級はこれ。そう、最上級。スタイルを求めるならもう Z グレードにしといてよっていうそういう形なんですよ。でこれは3列目シートレスとかももちろんあって5人乗りと7人乗りで選べるんですよ、はい。だから5人乗り7人乗りがあるっていうことは簡単な話、3列目シートがなかったら5人乗りになるし、3列目シートがあったら7人乗り。フリードのように6人乗りはないんですよ。なるほど。だからセカンドシートがキャプテンシートっていうのはもうフリードの特権なんです。なるほど。だからそのキャプテンシートを本当はお見せしたかったんですけど、今日のフリードはセカンドシートはもうベンチなので、だから5人乗りなんですよ。選択としてはそういうのがあると。そう、そういうのもありますと。もう2016年に出た車ですからね。にもかかわらずあれだけの商品力、販売台数を誇ってるってすごいことですよ、ね。さあじゃあマリオさん、はい、前に来ていただき、あ、いつものごとくやっていきましょう、はい。マリオさんちなみに、はい、デザインどっち好きですか？デザインはね、私はこうシエンタの今おっしゃったようなね、うん、こだわりの ディテールとか、うん、いろいろあのなかなか面白いデザインだとは思いますが、うん、まあ、いかんせん私このおっさんの好みでちょっと気恥ずかしいみたいな。ああ、なるほど。若干ある、ね、うん、フリードは硬い。これはもうなんかシュッとしたこうね、なんか引き締まったこうお顔立ちで、これが なるほど、なんかこっちが逆に万人受けするんじゃないかみたいな。そっか、あの要は女性も乗れるし、男性も乗れるし、ボディ色次第では結構スポーティーとか、はい、なんか引き締まった感じで乗れる、けども端正な顔立ち。あ、端正な顔立ちね、はい。でもシエンタはちょっとこの目とかがちょっと可愛らしいっていう風なイメージになっちゃうってことですかね。子供とかいるとね、すごいなんかもうペットのような存在になりそうですが、うん、まあ、なんかそこは好きですかね。なるほど、はい。ちょっと私はちょっと可愛すぎる、まあ、やっぱマリオさん硬派ですもんね。硬派というか、そうですね、うん、僕結構女性の服とかも、はい、あのなんか着れそうなのだったら平気で着ちゃうんですよ、デザインよかったら。だからそういう感じで言うと僕全然デザインこっちなんですよ。なるほどですね。もう迷うことなく、だから今僕マリオさんもこっち選ぶのかと思ったら、あ、マリオさんそっち行くんだってちょっとびっくりした。やっぱり、ね、なんていうかいい意味で無難と言いますかね。フロントのガラスもやっぱりフリード大きいですね、うん、でかい、うん、すごい大きい。だから最高性が高い。ほらこちらと、まあシエンタも大きいですけどね、はい。じゃあ、はい、質問です、はい、ボディサイズいきましょうか、うん、まあこれ気にされる方多いですよね、はい。まず最初核心部分いこう、うん、最小回転半径どっちが小さいと思いますか、うん、先生これはもうね実は予習したんですよちょっとこのカテゴリー僕あまりにも知らなさすぎてですね、うん、知らなさすぎてさすがにやばいと、ちょっと予習しましたマリオさんが事前勉強してきたんですね、はい、びっくり。知らなさすぎて、はあ、あのシエンタがね驚愕の5メートル、はい、最小回転半径で、フリードも 5.2 メートルと。そうなんですよ、はい。まあ、なのでシエンタの小回りはすごい効いてます、はい。じゃあボディサイズいきましょうか、はい。ボディサイズ小さいのはどちらでしょうか。どっちも5ナンバーにまあ収まっておると、うん。シエンタも新型になってそんなでかくはそんなになってないと、はい。まあ、だから幅はまあ5ナンバーサイズなので、はい、もうギリギリで求めて1695、はい。じゃあ全長は、全長ねこれね、はい、まあ、運転してる感じも見た目も、うん、ほぼ一緒じゃないかなという気がするんですが、はい、正解です。正解です。あ、よかった。
4265対4260なので、はい、まあほぼ変わらないと思ってください。もう数字上カタログ上で5ミリしか変わらないということは、もう表記の関係で、まあ、ほとんど変わらないケースもあるので、はい、高さもね、うん、さっき比べてたんですが、まあ、こっちは若干このルーフレール的なものがあるんですけども、うん、これ合わせてほぼ一緒くらいかなという印象ですが、まさにどうでしょう。あ、一緒。はい、まあシエンタが1695、はい、なので正方形なんですよ。横幅と高さが完全一緒。なるほど、四角い。そう、それに対して今フリードはこれ四輪駆動なので、はい、今回なのでちょっと高くて1735、そう、肉だと1710なんですよ。だから四駆になると25ミリ、だから最低地上高もちょっとゆとりが出るんですよ。これは事前知識としてで、まあお伝えすると、こういう生活に寄り添うような車、やっぱり四輪駆動、雪道が強いのが欲しいよとかそういう方も多いと思うんですけれども、フリードの四輪駆動はプロペラシャフトでつながってます。ちゃんとメカニカルにつながっておる。だからちょっとなんかスバル的なね。いいですね、ちょっとスバル臭が そこを感じました。そうでしょ、だからハイブリッドでもしっかりとプロペラシャフトで連結、なるほどっていうのがやっぱ魅力的。いいですね。で、はい、シエンタは今回二輪駆動ではありますけど、四輪駆動ももちろんあって、でも四輪駆動の場合にはリアモーターです。あ、モーター。そう。電動で。そう。だからプロペラシャフトがないんですよ。まあ今時っぽいですね。そう。だから逆に言えばそれだけフロア高も下げれたりとか、はい、まあ、室内を広くできたりとか、メリットもある。そういうメリットが出ているはずでございます。なるほど。ちなみに、はい、これはもうマリオさん今ワインディング走っちゃいましたので、わかるかと思います。はい。どちらがホイールベース長いでしょうか。ホイールベースか。ホイールベースね。ホイールベースの長さはシエンタ。正解。ああ、よかった。よかった。まあこっちがよりこうどっしりとしてると言いますかね。そう。はい、走り的にまあどっしりしてたし、はい、まあこれで2750でそれに対してフリードは2740。あとホイールベース長いのに回転半径短いってすごいですね、シエンタ。すごい。そう考えるとホイールベース長いって言っても僕ね、もっと違うと思ってたら。うん、1センチしか違わないですよ。だからそれで言うとなんかすごいロングホイールベース感あったじゃないですか。乗り味からするとね。でもね、それで言うと四輪駆動だったんですよ。ああ、そっかそっか。って考えたらやっぱかなりこの新しいシャーシすごいんじゃないですか、このシエンタの。シエンタのね、さすが最新。っていうのをなんか市場のなんかおさらいみたいなのが同時になんか今自分の頭の中で、あ、やっぱこれすげえんだっていうのがちょっと、まあ、すごい車体ですね。細かくはちょっと市場見てもらいたいですよね。はい。でもマリオさん好きなのは多分ね、まあまあそのあたりはちょっと来週あの市場は出しますので、はい、じゃあちょっとライト見てみましょうか。はい、はい。はい。さあ、ポジショニングランプ、この下側だけが光っておりますね。で、ヘッドライトつけると当然で、内側がハイビームですね。これちなみにハイフォグランプでーす。そしてハザードをつけると、なるほど、結構オーソドックスな。で、もちろんサイドウィンカーもついております。オーソドックスな形だな。はい、後ろブレーキを踏むと、なるほど、ブレーキを踏むとここですね。はい、とハイマウントストップランプですね。で、ポジショニングランプは、あ、ポジショニングランプは内側まで来るんですね。ここここ、こっちまで光るんだ。で、ウィンカー、まあもう予想つく。うん、ここもうちょっとなんか味があると、やっぱ少しここにちょっと年代を感じるかな。じゃあシエンタ行ってみましょう。さあ、まずブレーキ、はい、お、ここ光ってますね、いつも通り。あ、なんだっけな、これ今ね、すげえ名前が出てこない。あの、よく日本庭園であの石のあのなんか中でポワッと光ってる、夜とか、灯籠じゃないな、忘れちゃった、ごめんなさい、教えてください誰か。で、ポジショニングランプはこの外側が光ります。これ結構ね、ほんと存在感ありますよ、この上側のポジショニングランプで。これでハザードは、あ、なるほど、はい、ハザードここつきますね。まあここがやっぱすごい特徴的ですね。で、これがだから Z グレードじゃないとこういう光り方にならないです。じゃあフロントはね、もう完全特徴的ですよ。このライト大きいです。ほら、ヘッドライトをつけるとここで、バイビーム型ですね。だから一つの光源であのハイとロー切り替わります。で、フォグランプももちろんあります。もう全体白で、やっぱ、あ、で、ウィンカー、まあやっぱライトとかもちょっとおしゃれな感じ。これだけで言うと僕のもう主観的な、うん、意見としてはやっぱね、新しいデザインだなと、ちょっと時代を少し感じるかなっていうのは、うん、ありますね。さあ、じゃあマリオさん、こっからエンジンちょっと行きましょう。
はい、ちょっとねこの2台はやっぱ動力が違うので、さらにもっともっと運動性能の違い、加速性能の違い、さらには室内の作りもちょっと違うので、どんどんお伝えしたいんですけど、ここで小休憩です。何でしょう、マリオさん、はい、カババさんのおかげで、カババさんですね、まあ、いつも、はい、まあ、これを行うことができておりますけど、ありがとうございます。もっともっとこれからも支援いただいて、ロングドライブ行くためにちゃんとカババさんの説明をね、はい、で心底これ本当ねおすすめできるので、まあすごいいいものなので、ちょっと簡単にだけ、マリオさん、うん、あの本とか読みますよね。ええ、読みますよ。本売ったりしますよね。売りますよ、結構売ります。例えば売った時に意外とお金にならないですけど、ええ、300円で例えば、あ、本売れたって思って、うん、次そこのお店行くと意外と500円で売られたりしてたりして、まあ、あれっていう気持ちにはなりますよね。ええ、まあそういうもんかなというね、ありますが、まあ、世の中そういうもんなんですよ、はい、でも、はい、その時に500円で買うっていう人と自分がその300円で売るっていう人がもしつながることができたら、はい、ちょうどじゃあ間取って400円でどうって話したいじゃないですか、そしたら100円売る側は儲かるし、はい、買う方はね、そう、買う側は100円安くなるし、だからどっちもどっちでいいじゃないですか。それができれば本当にいいんですけどね。そう、それができないから世の中中古市場というところでやっぱどっかの業者さんとかお店とかに物を売り、そこのお店は在庫を抱え店を構えて買いたいっていうお客さんをお待ちっていう形で売るじゃないですか、はい、だからその完全に中間のお店とか在庫するっていうのを全部省いた時に、間の中間マージンみたいなものを完全に売り手と買い手で折半できる、そういったマッチングサイトですよ。マッチングサイト、カババの本質は、だから車を売りたい人、買いたい人、うん、この人をサイト上でつなげてあげる、うん、でそのつなげる上で手数料がもう2万円もいかないですけど、基本手数料が、うん、それでつなげてあげるっていうね、これをだからうまく使ってあげるとマジで高く売れるし、うんうん、安く買えるんですよ。なるほど、お互いいいですね。そう、それ、ね、でもいいとこばかり伝えてちゃいいから動画っぽくないので、デメリットは、うん、その欲しいって思った車が出てないと買えないし、はい、今買って欲しいって思っても買いたいっていう人が出てこなかったら売れないわけですよ。まあもちろんそうですね。そう、はい、そこに対して今改善するべきいろんなやり方をどんどんカババさんもやってるんですけど、そこだけが唯一のデメリットかなと、うん、だから素早く買いたい売りたいっていうのがちょっと苦手なところ、うん、でも買い手と売り手が本当に見事にバチバチ合ってったら、僕なんかだから全部ここ最近車は全部カババさんで売って、そうですか、やっぱり、まあ、相当高く売れてるので、でも買う側もうやっぱうわよかったでみんな買ってってもらってるので、両方ともウィンウィンなんですよ、はいはい、まあ、そういうサービスに支えられながら、いいカーライフマリオさんと僕でやっていき、これからもロングドライブ本当行きましょうね。お願いします。さあ、ということでこのエンジンですよ、はいはい、このエンジン、はい、1.5 リッターです。直列3気筒 1,2,3、はい、まさにあります、はい、だからまあこれが大きな大きな特徴、うん、で先に言ってしまうと、フリードも 1.5 リッターなんですけれども、あちらは直列4気筒エンジンなんですよ。だからどちらがいいかっていうのももちろんあるんですけれども、加えてこちらはいつものトヨタの2モーター式ハイブリッドになります。はい、まあ、なので、これで91馬力、120ニュートンです、エンジンは。うん、はい、で、モーターが80馬力、141ニュートン。結構力強いですよね。結構力出るんですね、モーターが。まあ、なので、まあ、いつも通り、まあ、超燃費もいいし、まあ、パワフルだしっていう、そういう良さを持っているものが、ここに積まれております。はい、で、もちろん 1.5 リッターのハイブリッドじゃなくて、通常の CVT のガソリンモデルもありますけれども、はい、今回はハイブリッド同士という形で用意させてもらっております。はい、フリードもちょっと見てみましょうか。はい、さあ、フリード来ました。うん、1、2、3、4。4気筒ですね。1、2、3、4。4つだ。はい。はい、でも、1.5 リッター変わらずです。うん、それ以上に注目は、あ、ちなみにエンジンだけだとめちゃくちゃパワフルです。110馬力134ニュートン出してるんですよ。だから直列3気筒のシエンタよりも圧倒的にパワフルだしトルクフルなんですよ、うん、でも組み合わされるモーターがシエンタは141ニュートンでしたけど、こちらに組み合わされてるモーターって実はあ160ニュートンだからね、これもそうだそうだ、モーターは力強いんですけど馬力がね29馬力ぐらいしかないんですよ。これ29馬力じゃホンダのハイブリッド方式走らないじゃんと思う方は、最近の最新型のホンダのハイブリッドに詳しい人、うん、あの最新型の EHEV あるじゃないですか、はい、この間も乗りましたけれども、乗りました。あれはエンジンを発電機として基本使い、モーターで駆動するっていう形なので、ハイパワーなモーターが必要だったんですけど、馬力もトルクもある、はい、でもこれは
はエンジンが主体としていつも働きながら、モーターはアシスト的にどん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 サポートしてくれるっていう側なんですよ、はい、それでもってその先にあるのは7速のツインクラッチトランスミッションです、うん、直結なんですよね。そう、モーターがね、直結、はい、だからエンジン、モーター、7速 DSG っていう形でこれつながってるので、うん、すげえ運転してる感とかエンジンの吹き上がり感とかがあるっていう、うんはい、なるほど。まあここが特徴ですよ。でまあその効果とかは、まあ実際ちょっと車乗りながらでいろいろと比べていきたいなと思います。ちなみに、はい、マリオさん、はい、燃費のどちらだと思いますか？いやそれはやっぱりね、新しい方がいいでしょう、やっぱり。まあそうなんですよ ね、 カタログ数値でいうと、はい、シエンタで 28.5 ぐらい。 28.5 すごいですよね。でこちらフリードになると21前後だった感じで、今あのテロップが正確でございます。確かね 20.9 とかそのぐらいのはずなんですよ。で4駆だとちょっと落ちるので、まあそのあたり今テロップが正確に今記してくれてるはずです。この20があれば、20ってね、20もすごい数字だと僕は思いますが、そういや十分十分すぎるぐらいいいんですよ、このクラス。じゃあ後ろ行きましょう。はい、わかりました。さあマリオさん、どっちの後ろから見たいですか？興味あるのはね、そのやっぱり、フリードプラス、プラスのリア、はい、リアちょっと見たいですね。でもさっき見ちゃいましたよね。ちょっと実は、はい、もう一回乗ってたんですけど、はいはい、改めてどうぞ、はい、ではでは、はい、さあこれ、うん、もう今蓋が動いてますけど、あ、さあどうした、そうするんだ。まあこれ本当使いやすいですよね、うん、でこれ取れるので、はいはい、二重底って、はい、まあ使いやすいですよね、うん、そういった意味では、はい、フリードプラスだけのもう作りです、はい、でこれ3列目仕様とかどうなんだよっていうと、大きな大きな違いがあるのでお伝えしておくと、はい、3列目シート跳ね上げると横に立つタイプです。上げるやつですね、横に、はい、なので、うん、本当はそれ絶対見せてあげたいんだけど、今回多分ねボスの中では3列目シートレスで比べるっていう、うん、マリオさんがやっぱスポーティー傾向だからそういう車選んだんじゃないですか、うん、ですかね。3列目シートの前、最近でもね、5人乗り仕様もなんかまあまあ売れてるという話が、うん、いや売れてます、売れてます、ね、聞きましたし、うん、はい、まあそういう最近のニーズに合わせたボスの判断かな。じゃあ、はい、ちょっとシエンタも見に行きましょう、このまま、はいはい、たお、さあ、おお、なんか木目調、ね、ちょっとこれね、床面が、はい、あ、これオプションです、この木目調、そう、マリオさんが今反応してたのはこれもオプションです。結構この車オプション入ってます。これもオプションです、これ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 、あ、これね、そう、あ、これね、こういうフックね、なんかハンガーラックみたいな形な、はい、でこれ床面ちょっと上がってるじゃないですか、はい、でフリードプラスの特徴って面白いのは、はい、これ通常の3列目シートありとかだと、もう床面自身が実はこの低さじゃなくて1個本当高いので、そうなんですよ。だからこれ荷物も実は積みやすいところまでな、もう最大限低くこの荷室をやってるので、うんうんうん、なるほど。だからそれで言うとマリオさんの腿下、はい、膝ちょっと上ぐらい、うん、そうです、膝ちょい上ぐらいですね、はい、ほらちょっと違うでしょ、うん、そうですね、やっぱりこの、そう、この分、そう、ま、その分ぐらいがやっぱね下がってる形なんですよ、はい、でまあフリードの場合には、はい、まあそこを下げて二重底にしてるので、はい、まあフラットを出してるんですけど、これもだからやっぱフラットな荷室っていうのを実現するためにみんなこれ底上げやっぱするじゃないですか、はい、これだけで言うとシートを僕の方でちょっと倒しちゃうと、あ、これめちゃくちゃフラットじゃないですか。一発でフラット出ましたね。これ広いですよね。広いですね。でマリオさんこっちもちょっと倒してみてください、うん、はい、これ、ええ、めちゃくちゃ広いですよ。めっちゃ広いし簡単ですね。マリオさんちょっと乗ってみてください。そうですか。では姿勢ながら、はい、失礼します。STI、はい、STI の靴下。はいはい。うんうんうん。はいはい、はい。ね、さっき、はいはい、車中泊うんぬんしたけど、これ、はい、ほんと楽勝っすよ。はいはい。あ、ほら。私ね、165センチですが、余裕で収まりますね、これ。ほら、はい、これ、足伸ばして全然楽勝でしょ、楽勝ですね。これね、はい、あの、まあ、助手席の位置にもよるんですけれども、これ、トヨタさんの、うん、あの、カタログの数値引っ張っていくと、2045あるんですよ。はい、2045、そんなあるんだ。そう。だからね、これ、すごい広いんですよ、はい。で、なんでこんなに広いかって、ちょっとマリオさん、寝ててください。ここ、足裏が助手席まで行くんですけど、はいはい、じゃあ、はい、フリード、もう一回だけ行ってみましょうか。はいはい、マリオさん、頭これ、若干これ、傾斜になってるから、頭に今、血のぼってたでしょ。そうですね、今ちょっと立ちくらみというか、ちょっとフラーと気持ちいい感じが、はい、さあこれをパタッとやって、はい、でこっちも倒すのは、あ、そうか、フリード後ろからは手伸ばしてもできないですね。できないですね、やっぱり、ね、そうか、はい、まあこういったところもちょっと違いか、はい、マリオさんシートアレンジやって、この脇脇、これ、ね、そのそう、はいはい、そのあ、はい、こうか、あ、違うな、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、順番忘れちゃった。まずね、はい、座面を前側を持って、はい、それをちょっと、じゃあそれ違う違う違う、前側を前側クッションだけ引っぺがす、そう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 、あ、こうか、それで前にパコンと持ってくる、そうで倒す、倒す、はい、こうか、
あ、なるほど、そう、できた、はい、でこれを緩める、はい、だからこれ緩めたりするのもね、はい、だからここももっとスマートだといいですよね。なるほど、まあ、これボードね、そう、これで、あー、はいはい、これね、はい、あ、できた、おー、で、はい、マリオさん寝る、はい、そう、で、はい、足今ついてるじゃないですか、はいはい、で、先ほどは頭がまだここゆとりあったのに、もう、これで今当たりますね、締められると、足が怖い、当たるでしょ、そう、なるほど、そう、165センチですが、ちょっと突っかえそう、そう、で、腕立て伏せはできましたけどね、さっき。だこれがなんでかっていうと、このシートなんですよ、はい、シエンタはダブルホールディング式なので、はい、もうこれがないので、はい、でもこれはやっぱ跳ね上げタイプになっちゃうので、はい、どうしてもこの部分がロスっちゃうんですよ。確かにここね、足が入りました、シエンタは。そう、この空間ね。でシエンタだと、もうここからすると説明しちゃうと、助手席を前に出せばもっともっと長尺とか、はい、あの足元とかも長くできたりもするので、はい、ちょっとそのあたりの使い勝手とかで言うと、はい、やっぱシエンタに軍配はちょっと上がりそうですかね、この3列目シートレスの戦いでいうと、はい、でもフラットで言ったら、まあ段差とかはありますけど、うん、はい、傾斜が完全ついてないから、そうですね、あのこれは血が昇らないですね、こうやってもね、傾斜がついてないのっていいですよね。そうですね、このだからボード大事ですね、これないとね、うん、開いちゃうし、段差あるけど絶対ある方がいいですね、これは。そうですよね、だから車中泊しようとした時に、うん、もう完全にこの下側、うん、ここが、はい、収納スペースとしてこれ使えるので、なので、うん、だから車中泊系に本当ぴったりっていう言い方も、はい、まあ、メリットもちゃんとあると、うん、だもうちょっとだけね、この奥行きがあったらね、はい、嬉しかったですよね。じゃあちょっとシエンタ戻りましょうか、はいはい、さあ、あとシエンタで言えば、そこに、はい、100V、はいはいはい、あ、コンセント使います、ね、そう、もうこれ Z グレードで、しかもこれコンフォートパッケージ付きです、これ、うん、前にもありましたよね、うん、でここにも、はい、USB もありますけど、ちょっともう鉱石チェックいきますか、すごい、じゃあ、はい、で今これ一番立ってる状態ですよね、はい、はい、マリオさんそれ得意ですよね、あの手を使わずヘッドレストを出す、はい、ちなみにこっちでお伝えすると、これが、うん、はい、リクライニングの量です。いや、さっきですね、後ろから操作して感じましたが、結構できますね、うん、これそうリクライニング、だからまあこれだと荷室を最もあの使いましょうみたいな形ですけど、じゃあリクライニング全開にしてください、はい、あ、これはゆったりですね、ゆったり座れますよね、はい、でヘッドクリアランス楽勝ですよね、うん、楽勝ですね、長さも十分ありますよね、余裕ですね、で結構シートの厚みも十分ありますよね、うんうん、厚み、長さともにいいですね。さあマリオさん前後スライドしてください、はい、あ、前後スライド、そう、これはね前後スライドだからないんですよ、あ、ないね、そう、あ、なんかよかった、はい、なので、うん、まあここはちょっと違いとして言えるかなと、はい、でもUSB-C ですよ。はい。ね、これまさに。これ先に言っちゃうと、フリードは USB-C ないですからね。ああ、そうか、C がない。そう。で、テーブルもあります。はい。まあ、これパッケージでオプションを選ぶ、選ばないで変わってきますので、はい、まあ、詳しくはもう販売店で確認をしてください。はい。あと、これもオプション。これ、あ、空気清浄機、これもしかして。空気清浄機に近いですけど、ここにフィルターとかつけたらいけんじゃないかな。これ、リサキュレーションですね。だから前の、空気を吸って後ろに持ってくるみたいな、はい、だから扇風機ですね、あの車内の空気を循環させようっていう、これもオプションです。なるほど、じゃあフリード行きましょう、はい、さあフリード、はい、若干これが手間というかね、やっぱフリードそれちょっと手間かかりますよ ね、 ね、まあ、まあ相当やらないと思いますけどね、でも一発で行った方がなんかちょっとこれキャンプ来たんかみたいな。そうですね、うん。ちょっとテント組み立てるみたいな。そう。で、はい、どうぞ座ってください。はい、はい。あ、やばい、うん、シートこっちの方が良さそう。なんか、ちょっとクッションがいますね。あ、どうですか、シート座り心地はどうですか、どっちが好きですか。ね、こっちはちょっと革が使われてるというのと、見た目では高級感あって、もう形状、はい、形状ね、明らかにまず短いですね、座面の長さ。なんか、シエンタの方が、うん、はい、やっぱシエンタの結構鉱石いいかもしれないですね。そうですね。あと、こう、ちょっと低いのかな、ちょっと浮いちゃうかな、うん、この辺が。だから完全にマリオさんのここ浮いてるから、うん、はい、だからこの座面の高さもだから子供向きなのかもしれないですね、ちょっとそうかもしれませんね、うん、でこれリクライニングどのぐらいでしょう、リクライニングサイドです、はいはい、うん、あ、これも結構じゃないの、結構じゃないですね、今結構じゃない、これだけだ、はい、はい、はい、リクライニング角度やっぱシエンタの方が十分ありましたね、そうですね、まあこれでも、ね、うん、余裕、まあまあ十分ではありますけど、あっちはより倒れましたね、うん、だからふんぞり返って楽に行きたいみたいな人は、ね、ちょっとシエンタの方なのかもしれないですね、はい、で、まあアームレストとか両方ともないですけど、ないですね、じゃあ前後スライドどうでしょう、前後スライドこれある、おー、あ、これスライドあるな、あ、
結構、あ、そう、結構大きいんですよ。おお、まだ行く。ちょっともう足が。もう足が限界ですもんね。あ、これ一番前。だから、この前後スライドは結構荷室容量とかとの兼ね合いとかも含めて考えると、結構魅力的な要素ではあります。はい。まあ私の体格でギリギリ収まるかな、これでも。うん。まあこれだけの前後スライド幅あったら、すごいいいですよね。そうですね。これね、シエンタにはなかったですね、これね。あ、マリアさん、一個忘れてました。ちょっと、膝元の空間、はい、握り拳。はい、1、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、ちょっと。はい、じゃあ、シエンタ行きましょう。はいはい、1、2、あ、一緒ぐらいですね。一緒ぐらいですね。ほんと一緒ぐらい。3とちょっと。さあ、マリオさん、はい、この一瞬の間に乗り換えましたけど、はい、どっちの鉱石が好きですか？難しいな、これね。シートは明らかにこっちの方がいいのかな、やっぱり。うん、あの、大人が乗れるシートというか。一番、ね、どこでそれを感じますか？やっぱこの長さとかかな。長さと、うん、あとなんかこれクッション性いいですよね。そう、クッション、そうですね。あっちはね、真ん中ちょっと柔らかいんですけど、そう、柔らかさはあるんですが、逆にあの柔らかさがちょっと頼りなさに感じたり、なんかこれ妙にお尻が落ち着きますよね、はい、だからやっぱこれダブルフォールディングだからシート倒すとやっぱお尻沈むんですよ、うん、その効果大きいんだろうな、うんうん、じゃあ最後運転席見ていきましょうか、うん、はい、はい、よいしょ、はい、うん、あ、シート良さそう、あ、シート確かになんか高級感結構あるかも、シートと共に前もいいですね、シート、さあマリオさん、はい、じゃあ、はい、目つぶってください早速、はい、つぶりました、はい、右足を上げて、うんうん、真正面ドンドン、あ、あら、今真ん中、ど真ん中に来ましたね、ど真ん中に来た上に、はい、アクセルが結構上の方にあるから、これ共踏みしますね、共踏みする分には今車はブレーキオーバーライドするから、だから、まあ、ブレーキが優先されるんですけど、でもちょっとこれ雨の人が滑ったらアクセル全開に来そうですね、うん、ちょっとその可能性なくはないですね、うん、ちょっとありますねそのあたり、はいはい、あとどうですか、見晴らし、見晴らし、そうですね、着座位置もでかでかでか、本当だ、でかい、すごいでかい、深、本当だ、見えなかった、でドリンクホルダーってこういった小物入れもいいんですよね、ごめんなさい話がそれじゃって、はいはい、ここね、そう、僕ねこれ結構なんかコイン入れとか、うんうん、マリオさんの走りするとどっか飛んでっちゃうかもしれないですけど、あとねこれこれこれ、はい、これも、はい、なんかねその締めやすいというか、これなんか要は、まあ、ドアノブですよね、要は、そう、はいはい、で今ここ届いてるじゃないですか、でもたくさん空いてる時体小さい方って意外と手前側引っ張っても、うんうん、なるほどね、そう、そうか、そういうことか、で質感も高く、はい、じゃあちょっと僕助手席行こう、はい、さあ助手席、はい、この辺りねやっぱ広くて結構物を置きやすくて、はい、でまあここはいつも通り、これフックですか、これフック、うん、お買い物フックの代わりにもなるんですね、それかなんかオプションでここにネットみたいなのが付けれんのか、ちょっとどうなんですかね。で、USB も C と普通の A タイプ。はい、両方あって。まあ、このあたりもいいですよね。あ、こっちにもあのコンセントありますね。あ、なるほど。で、シートヒーターもあるし、はい、ハンドルヒーターもあるし、これだからもう最上位グレードなので、もうシフトレバーの形状は実はガソリンモデルともちょっと違ったりもするんですけど、そうなんです。で、EV モードとかドライブモードセレクトもあり、はい、これ 10.5 インチ。まあまあでかいですね。そう。で、これディスプレイオーディオなので、はい、で、これ8インチも選べるんですよ、はい。で、8インチと違うのは、このディスプレイオーディオ、普通ディスプレイオーディオって、あの、携帯電話つないだ時にナビとかも携帯電話の使うじゃないですか。うんうん、でも、これ携帯電話なくてもナビだけがちゃんと独立して使えるようにっていう。つないでもできる。そう。ナビが。つないでも、あの、Google マップとか、うん、携帯のナビも使えるんだけども、うん、通常ナビもちゃんと積んでるよっていう 10.5 インチ。うんうん、なるほど。これスケルトンですね。はい。へえ。下が。だもうこの辺りね、今、ほんとトヨタ強くなってきたんですよ。だシエンタで、オプションが、うん、今ちょっとドア開いちゃってるので、こちら。なので、そのカメラで、ちょっとこっち歪んじゃってますけども。うんうん、いやー、これね、今、シエンタ強いですよ。今日、最後、おまけ、ちょっとマリオさんに僕、これやってほしいので、僕がアナウンスするので。あの、自動パーキングですか、うん、おさあ、じゃあ、ここ、うん、今、マリオさんのポジションからの、はい、ちょっと、これマリオアイズ、はい、こんな見た目です、はい、どうですか、ここは気にならないですか、そうです、うん、ギリギリ大丈夫ですね、この奥のダッシュボードのラインとほぼ一緒なので、うん、こっちはそっちもね、そうね、窓で下がよく見えるんですが、うん、この辺がまあ若干ちょっと見えないのかなっていうところはありますが、うん、まあでも試乗してる限りで言うと、うん、まあ特別だから嫌だよとかそういったところにはなんないですもんね、不安とか、このミラーのマウントもやっぱり考えられてて邪魔にならないし、うん、まあドアから生えてるので10度ありますもんね、はい、で
メーター周りとかも分かりやすく、今最新型はちょっとブレーキ踏んでいただくと、うん、はい、ここに赤ランプがつくので、うんうんうん、もうブレーキがいつついてるのか、運転支援使ってる時にブレーキランプついてるかどうか分かんないと不安じゃないですか、はい、だからそういうのも全部分かるようになってます。あ、本当、あ、こんな赤いのね。あ、これか、赤い、はいはい、あ、本当だ、ついてる。おお、ね、なるほどなるほど。スバルよりもいいでしょ。おお、ちょっとスバルはね、あのアイサイトの絵でブレーキランプつくような絵はありますが、こういう状態では多分出ないかな、うん、やっぱりスバルがナンバーワン。はい、じゃあフリード行きましょう。さあ最後フリード行きましょう、はい、マリオさんすっげえ怒られそう、うん、今ねこれ収録のカメラの時間が今55分、これ1時間いく。室内が濃いですから、こういう車ね、ちょっとしょうがないですやっぱりね。マリオさん早く、はい、早くしないと、これすっごい怒られる、はい、あ、この辺り特徴的、物細かいの置きやすい、はい、でこれ届きやすいね。あ、さっきのシエンタ、ね、ちょっと僕だけ撮ってきます、はい、シエンタは低いんですよこれが。だから結構手を伸ばしたりしてやらないと使えないんですけど、こっちは手を伸ばした、だからこの位置なんですよシエンタ全部。でもまあスピーカーとかもあるとかもありますけれども、ここを使いやすいと思う。だからドリンクホルダーをちゃんとドリンクホルダーとして、あ、でもドリンク置かないでってマークはあるけども。本当だ、え、じゃあ何置くのここ。まあいいや、質感もねこれね、あのモデルがね6年もライフがあるとは思えないですね、全然そんな、うん、でもハンドルちょっとやっぱ時代感じるね。ああ、そうかな。少しだから最新のホンダのデザインを知っちゃってると、そっか、ね、ちょっと一世代前のこれ運転支援系のものでしょ。なるほど。でもここの辺りは、ね、はい、いいですね、これもシエンタと同様で、あ、ここもまあまあ来ますね、うん、さあマリオさん目つぶってください。はいはい、無心の境地になってください。無心です。はい、じゃあ右足をそのまま前にドン。これ、ああ、あのね、かろうじてというか、うん、ブレーキにはギリギリ当たんないかな、うん、あのちょうどアクセルにはね、うんうん、あ、そうそう、アクセルには当たんない、うん、ちょうどこの土踏まずというか、なるほど、うん、シエンタよりなんか落ち着いてる感じではありますね、安定して、うん、パッとアクセルに足がいかないような、ブレーキに行くかな。あ、そうだ、1個忘れてました、はいはい、え、はい、マリオさん、両者ともにサイドブレーキ、うん、要は電動パーキングではなくて足踏みパーキングです、はいはい、これはシエンタもそうです。でした。だからここはねもう差がないです。だからここは電動パーキング本当は欲しいですよね。そうです、やっぱり運転支援のね関連性も考えると、うん、ホールドボタンとかね、あの要は信号待ちのホールドとか含めて考えると、はい、じゃあ最後僕横行きます、はい、まあこの辺りとか 100V とかがついてたりとか、あ、結構ね充実は、うん、だからなんかすっごい頑張ってる感はあります、うん、でこの辺り結構ね僕質感高いと思う、うん、そうですね、このピアノブラック調で、うん、でまあナビとかも見やすいし、はい、でなんか全体的にこのナビとかもそのまあシエンタのようなポンって乗っかってるタイプが好きなのか、うん、こういうビルトインみたいな形の内装との一体感っていうところで言うと、うん、このデザインいいですよね。はい、すごい落ち着いた感じがすごくします、うん、で奥側にメーターがあって、まあこのメーターの作りは本当ね、あの、はい、まあホンダらしいなっていう、やっぱ特徴的だなっていうのはあります、はいはい、さあマリオさん、そして、はいはい、マリオアイズ、はい、こんな感じですよね、うん、ちょうど見えてる、ええ、あー、そっか、これどっちもどっちな感じですね。あ、でもどうですか、左見た時に、ええ、やっぱこの左の、ええ、この抜け感はすごいですね、うん、そこがね見やすいです、よりこっちが、うん、そうですね、ええ、着座位置高いんですけど、うん、その分、うん、やっぱり逆にダッシュボードがちょっと低い感じもして、まあ、特徴的ですね。やっぱ ここでかいです、ここでね。でかいですよね。でかいです。奥のこのメーター、やっぱありかもしんないですね。そうですね、目線もやっぱり。目線がやっぱ少ないことは少ないですね。ええ、メリットとして。ありますね、この車。そうですね、うん。で、シエンタと大きく違うところで言うと、あ、ちなみにこれ、はい。ミラー、ね、後席のミラーあります、はいはい、うん。子供どうしてんのかなっていうのを振り向かずに確認ができる。これ、ホンダ車よくついてますね、これね。N とかでも。これすごい便利ですよね。はい、で、ここ膨らんでるじゃないですか、うん、本当だ、高い、ちょっとだから、まあシエンタもウォークスルーできるんですけど、はい、うん、シエンタの方がここはスマート、さらにない、まあ、うん、シャフトが通るね、そう、やっぱシャフトが通ってここに燃料タンクあるので、燃料タンクか、そう、だからそう考えるとここちょっと上がっちゃうけど、まあウォークスルーできるだけでいいですよね、うんうん、で、はい、マリオさんが必要としない非常機、はい、はいはい、そうですね、で、助手席にも非常機があります、はい、本当だ、これシエンタ助手席にないので、はい、そっかそっか、ちなみにちょっとウォークスルー、はい、試しに行きますか、うん、はいはい、あ、どっちがどっちっていうと難しいですね、これはこれでやっぱ出っ張っ
ってはいるのかな。出っ張ってはいる。はい。でもちょっと低いは低いか。出っ張ってはいるけど、低い。若干低いんだけど、うん、ここの張り出しは、シエンタの方がちょっとある感じ。そうですね。だから、足のここの抜け具合は、うん、これ一番シート下がってるんで、助手席。はいはい。だからそれで言うと、足の抜け具合は少ないんだな。うんうん、結構僕、これミニバン的な使い方するときには、大事だと思ってて、室内、雨に濡れずに、どこのドアからも出れるみたいな、うん、そんな作りって僕大事だと思ってて。はい。そうですね。さっき我々がさっと、入れ替わったのあれどっちでしたっけ、車フリードかな、あれフリードです。あ、フリードか。あ、意外とスムースに交代できましたね。やっぱね、フリードは、ああ、やっぱそうですね、やっぱシフトレバーが結構高いところにあって、はいはい、ここがやっぱ抜けてるんだ。そうですね。そうか、まあなんか視覚的にもここちょっと広いような感触はあります。で、ここにドリンクホルダーは1個ついておりますけれども、はい、で、ほら小物置きもあるでしょ。あ、本当だ、3キロも乗せられる。そう、はい、意外とだからここは完全ミニマン的なデザインで、さすがフリードに軍配が上がるかもしれない。じゃあ最後、はい、じゃあ締めとして、はいはい、マリオさん、質問です、はい、どちらの床が低いと思いますか。床のね、このもう低床ね、ホンダのこのミニバン、うん、およびミニミニバンといえば、うん、床が低いと、まあ、なんか僕の頭にも結構焼き付いてはいるんですが、ファイナルアンサーですか。いやですが、今回でもね、どう乗ってもシエンタが低く感じるんですよ。あれ、乗り降りの時も着座位置も。やべえ、マリオさん事前学習してるな。いやいや、これは感覚的になんかそう思いましたよ、うん、じゃあシエンタの方が低いと思います。軽症を売りにしているホンダよりもシエンタの方が低いと、うん、感じます。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサーでいいです。はい、本当ですか。はい、じゃあちょっと確かめてみましょう。怖い。マリオさん、ホンダといえばね、床が低いだったんですが、さあマリオさん、うん、足乗り降りで足上げてみてください。足上げる、はい、パッと、うん、その角度覚えておいてください、うん、その角度のまんま、はい、こっち来てください。はい、ああ、角度、キープ。キープ、はい、はい、そのまま。はい、そのまま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 。はい、そのまま、はい、そのまま、そのまま。はい、そのまま、そのまま。どうですか？低い、低い。やっぱり。やっぱ低いですよね。低い、そうなんです。低いです。結構ね、僕、これが今回結構効いてそうな感じで、はい、で、これ数字で言うと、はい、こちら、ステップ高が330なんですよ。で、それに対して、フリードは390あるんですよ。はい、そんなあるんだ。そう。だから。見た目にもやっぱりもう明らかですね、これね。うん。低い、やっぱり。やっぱね、マリオさんの足のやっぱ測り方、結構正確なんですね。ほうほう、よかった、うん。というような違いを持ったこのプチミニバンですけれども、うん、まあ大事なのは、あとは走りですよね。そうですね。そこがね、かなり悩ましい結果にはなってますけど、本当来週また上げますので、はい、そちらを見ていただければ幸いです。ちなみに最後です。はい、本当、このやり方だとマリオさんばっかいつも問題出されるね。いや、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。どちらが高いでしょうか、はい、値段ですか。まず車両本体価格で高いのは、ね、やっぱりね、最新モデルの方がやっぱりいろんな装備も増えてると思うので、うんうん、やっぱ新しい方がちょっと値段が上がるんじゃないかなという、あの単純な。本当ですか。そうです、これね、すごい難しいんですけど、はい、まあ、仕様が今回結構フリードプラスとシエンタも3レズミシートレスで結構まあ特殊っていう言い方もおかしいですけど、うん、車両本体価格としては実はフリードの方が高いです。これそうなんだ。311万円。おー、シエンタ安いんだ。で、こちら287万円。おー、しかしながら、うん、これ必要なオプションとかを今この仕様までつけると344万円。このまんまこの車の状態にするとね。だからオプションをついて、こちらももう必要なオプション全部ついてるような状態なんですけど、はい、今それで言うと330万円いかないぐらいなんですよ。そうすると逆転するんだ。そう、逆転するんですよ。なるほど。どっこいどっこいの価格っていう言い方ができるかもしれないですけれども、はい、実はちょっとその中身とかを見たときに、やっぱね、最新型、もうユニットから何から全部最新型になったので、選べる装備みたいなのが多い。もう装備充実度合いで言うと、実はちょっとフリードではなくてシエンタっていう言い方にも。やっぱり新しい方がそこは有利ですよね。そう。フリードには設定がないので、はい、だからシエンタはやっぱりそういう装備充実っていう、機能充実っていう意味でも、はい、ちょっと今少しリードしてるかなと。うん、選択肢の幅がね。そう。より広いと。ある。だからといって、じゃあシエンタ手放しでおすすめかっていうと、走りまで含めるとちょっと違うかもしれないんで、それは見てほしいですよね、はい。そうですね。はい。はい。まあ、ということで、今回も本当最後までご視聴ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いできたらと思います。はい、じゃあ来週もまたマリオさんよろしくお願いいたします。市場の方もよろしくお願いします。はい、失礼いたしました。はい、川さん今回もありがとうございました。失礼いたします。じゃあマリオさん、はい、あの最後、もう1時間の収録超えてるんですけど、怒られそうですけど、これお見せしたいんで、はい、これ右曲がってください。右曲がる、はい、ちょっとこの自動駐車をね、はい、うん、あ、自動駐車で右曲がって、はいはい、
ちょっと駐車枠、これね、うん、もう勝手に今どんどんセンシングしてるので、はい、じゃあもうこの辺りでいいです。はい、止まっていただき、はい、止まりました。で止まると、うん、はい、じゃあこのボタンを押してください。これね、はい、はい、ハンドルマーク、そうするとここに止めますみたいなもう出てくるんですよ。だからこっちならこっち選べるわけです、うんうん、あ、はい、難しそう、こっち、そう、はい、まあ簡単な方でいきますか。そうですね、じゃあ開始。あ、ブレーキは、ブレーキ踏めた、ブレーキもう指示、はい、もう離していい、はい、はい、どうぞ、ハンドルしてください。離した、はい、おお、もうハンドルも、おお、おお、若干怖い、あ、おお、交代します、はいはい。で周りに人とかいたり、だからセンサーが検知したりすると、うんうん、もう自然と止まったりもするので、うんうんうん、はい、おお、これマリオさんのうまくないですか。一発だ、あ、すごいすごい、一発だ、あ、負けたなこれはさ。まあ状況次第で一発じゃない時もたくさんあるんですけど、うん、だからスケルトンでこれフルオプションですよ、この車。おお、かっこいい、最後かっけえかっこいいですねこれね、映像がこれすごいでしょ。はい、これ負け、うん、もう僕のアッパイですねこれ多分。まあだからこういうのが縦列駐車もできるし、だからで出るのもできるんですよ。ああ、出るの、あ、出るのね。あ、発進、じゃあ右側に出ますか。へえ。って言った時に開始ってやると、ほう、あ、すごい。自動運転。そう。だから出るのが苦手な人いるじゃないですか。出るのが苦手な人。要はブレーキを踏んでください。ブレーキ踏んでください。はい、で周囲の安全確認してください。ね、右左。はい、オッケー。はい、オッケー。はい。はい。あ、なるほどね、ちゃんと確認しろと、ちゃんと確認しろと、ね、そこは、お、はい、はいはいはい、でこれマリオさん、なんで出るとき必要な人だったら、うん、もうそもそも運転すんなよって今思ったでしょ。ちょっと思いました。だからそれは、これ前駐車したときに使うんですよ、一番。あ、そっかそっか、前から止めたときね、うん、そう、前駐車したときって出にくいじゃないですか、うん、バックで。だから実際はそういったときに、うん、そういうときに、まあ、使ったりしますね、はい、おお、いやこれはね、すごいでしょ。過去に何度か試したことありましたが、うん、最もなんていうか細かいというか、うまい気がし、自然でしょ、うん、自然。だから昔からのこういう自動パーキングを知ってる人であればあるほど、どうせ使えねえんだろうっていう先入観とか、当時の昔のダメダメ支援パーキングの記憶が邪魔して、最新型の、これ確認しない人多いんですけど、最新型、やばいぐらいすごいんですよ。まさに今おっしゃったの私です、それ。さすがにこれ俺の方がうまいよ、みたいなね。そう。今だからね、結構駐車で負ける人いると思います、この。今の動きは僕はね、多分負けます。しかも簡単でしょ、うん、もうそうですね、ワンタッチで、はい、ね、ちゃんとね、うん、確認しようという時はちゃんと確認しようとね、そう出るしっていうのもついております。これすごいな、はい、シエンタびっくりです。以上です。はい、ありがとうございます。